ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もですね、皆さんと一緒に、えー、仮想通貨ビットコインの市場と、あとはですね、世界で注目をされている、えー、仮想通貨ビットコイン関連のニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ですね、まずは、えー、ビットコインの冷やしのチャートを見ていきたいと思います。 引き続きですね、まあちょっとあのあ、ま、あまり面白くないような相場かもしれませんが、引き続きレンジ相場が続いています。特に大きな何かですね、ブレイクアウトするようなポイントとかっていうのも、まあ、そこまであの、今注目されているものはないんですけれども、先日ですね、オプションの解説動画っていうのを出したんですけれども、まあ、そこではですね、現在、 え、下値だと3万、上値だと4万、この3万と4万の、ま、レンジ内の相場が続くんじゃないかっていうような形で今ですね、マーケット、特にトレーダー、オプショントレーダー見ていて、そこをですね、ブレーク、どちらかにブレークすると大きな動きがあるんではないかという動画をですね、解説したんですが、まあ、そのあたりのポイント以外はま、大きな、 注目ポイントっていうのは、個人的にはないのかなと思っています。まあ、あえて言うのであれば、ここにですね。ちょっと赤線が引いてあるまあ 36,。まあ、三万六千六百とか、そのあたりのレンジっていうのは、一つ。レジスタンスとして見ておくべきポイントかなと思っています。 で、変わってイーサレムの方なんですけれども、こちらもですね、引き続きレンジ相場継続かなと。で、こちらに関しては、引き続きですね、ロンドンのハードフォークのアップデートが8月4日に予定をされていて、えー、これの前後に何か動きがあるんじゃないかっていう人がいたりとか、まあ僕個人としては、このロンドンのアップデートが実装されて、どういう効果が本当に得られるのか、どういったベネフィットがイーサレムにあるのかっていうところを、 確認してからマーケットは大きく動くんじゃないのかなと個人的には思っています。なので、この8月4日以降の動きを僕は注目をしていきたいなと思っていますので、皆さんにですね、また何かわかりましたら、えー、情報をお伝えしていきたいと思っています。 では、ニュースの方行ってみたいと思うんですが、その前にですね、こちらのチャンネル応援してもいいよ、興味深い内容だなっていう、まあ、評価してくださる方はえ、ぜひですね、チャンネル登録と、あとはグッドボタンも押していただけるとありがたいです。あとは、ベルボタンも忘れなくよろしくお願いします。では、ニュースの方入っていきたいと思うんですが、まずはですね、こちらのニュースとなっています。TikTok でえ仮想通貨の関連の広告がですね禁止されましたというニュースが、まあ、いくつかいろんなところで出てました。で、これって本当にこの 仮想通貨に対してフォーカスを当てるべきニュースなのかっていうと、僕はちょっと疑問に思っています。で、なぜかというと、これもう一つ、イギリスの方でもですね、先日ちょっとご紹介をしたんですけれども、仮想通貨に関連する広告に関して禁止しますよとか、まあ、こういったニュースが同じようなタイミングで出てきて、いかにもこの TikTok 上で仮想通貨がいけないもののような形で取り扱われているような、あの今ニュースの報道の仕方だと思うんですが、 こちらもそうなんですね TikTok is burning これ禁止っていう意味なんですけれどもインフルエンサーが仮想通貨をプロモーションすることを禁止しますというふうに言ってますでこれってもっとよくよく見てみると仮想通貨だけではなくて金融商品に対してプロモーションすることが禁止されますよというようなニュースなんですねなのでこれ仮想通貨に限ったことではないですしどっちかというとその金融商品を これ若者向けなので、まあ、そういったところに対してしかもそんなにたくさんのニュース、まあ、情報じゃないものを、まあ、いかにもなんかものすごく簡単に伝えることで仮想通貨だったりとか他の金融商品に興味を、まあ、余計に持たせすぎてしまうことを禁止するような法案になっています、まあ、ただし、まあ、実際にですねこの商品自体をものすごく宣伝しているっていうものはそんなにないのでこれがどれぐらい影響あるかっていうのは正直まだ分かりませんが ただし、これ仮想通貨がバブルになる前からいろいろとやられていたんですけれども、金融商品に対して、ここ最近、ロビンフットですとか、あといろんなプラットフォームで若者がですね、どん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 株式とか仮想通貨に入ってきている、そういったものをある意味少し抑制するような法案になっている。法案というか、規制になっているそうですで。もちろんあの中国関係なので、クリプトターゲットにというまあ意図もあるとは思うんですけれども、この まあ一応ルール自体は金融商品全般というところになっているので、まあ、少しミスリーディングなニュースなのかなと思ったので一応皆さんにはその本当の内容というか、まあ、しっかりとした内容を理解していただきたいなと思ったのでお伝えをさせていただきましたはいでもう一つ次のニュースなんですけれどもこれですねグッケンハイムインベストメントというところの理事がですね今はビットコインに投資する時じゃないよというふうにコメントをしていましたで、まあ、これはですね あの中身としては、あのそんなに大きな情報はないんですけれども、まあ、彼が言いたいのは、まあ、今このタイミングでビットコインに大きく貼る,るタイミングじゃないんじゃないかとか、あとはもしビットコインに対して資金を入れるのであれば、まだまだもう少しダウンワード、ダウンワードっていうのは下の方向ということなんですけれども、まあ、そういった方向に短期的にはかけた方がいいんではないかという,ようなことを言っています。で、まあ、これ全然別に まあその通りだなというか、そっちの方が動きとしては怖いですよね。なので、今僕も全然焦って入っていく必要はないと思いますし、まあどちらかというと、まあ上根を追っかけていくっていうよりも、まあ下根をコツ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 試していって、えー、まだまだやっぱりその、何ですか、ボトム、そこを探っていくような展開になることは間違いないのかなと思ってはいます。えー、ただし、やっぱり底があっためっていうのは結構もういい段階には来てるかなと、個人的には 思っていましてまた別の動画でちょっと皆さんにもご紹介をしたいと思うんですけれども今ですね非常に市場の参加者っていうのが少しずつまた増えてきていますなのでそういったところを見てみるとビットコインのブレイクアウトっていうところまでいかないとは思うんですけれども底固めはかなりいいレベルまで来ていて今後はですね下に大きく崩れていくっていう展開よりもどこの上まで行けるかっていうところの勝負が近いうち 今後この半年間の間にどこかのタイミングで来るんじゃないのかなと個人的には思っていますまあそのきっかけっていうのは結局はビットコインに関しては ETF っていうところが、まあ、あの材料としてなってしまうのかなと思うので、まあ、どこまでそのいい素材がニュースが出てくるかっていうのは分かんないんですけれどもまあ,あのそういうような状況かなと思っていますただし彼らに関してはヘッジファンドに関しては短期的にやっぱり結果を出さなきゃいけないっていうのがまあ一つ大きく、まあ、彼らのこういった なんですかまあ、短期的にやっぱりビットコインを、まあ、アップサイドロングでもしたくないっていうのはあの、まあ、状況としてあると思うので、まあ、これはこれで彼らの今のポジショニングっていうのに合、まあ、あったあの話なのかなと個人的には思いましたはいあとはですねニューヨークの方で、まあ、歴史的にかなり長く1800年代から水素の発電をですねしている一、えーまあ、つで何ていうんですか電力会社があるんですけれども、まあ、彼らは今のところ全部 発電したものをですね、供給して、えー、仕切ってるわけではなくて余ってる電力があると。で、それをですね、今後、ビットコインのマイニングに、えー、使っていくということを発表していました。まあ、これあの、本当に歴史があるところで、ちょっと下に行くとわかるんですけれども、この1897年、ここにありますよね。はい。なんで、まあ、こういったところまでも、今後いよいよビットコインの、まあ、事業じゃないんですけれども、そういったマイニングに対して参加していくということで、まあ、もういかに、 余った電力をどう使っていくかというところがあの、まあ、今ここで非常に話題になっているんですけれどもこれ今回やっぱり注目されているもう一つのポイントとしては彼らは水素の電気を使っているので、まあ、これは非常にクリーンエネルギーというところで1、まあ、つマーケットとしては注目しているニュースなんじゃないかなと思っていますただし、まあ、ものすごく大きな、えー、ビットコインの まあ、あのビットコインに対して使う電力っていうわけではないので、まあ、インパクトとしてはもちろんそんなに大きくはないんですけれどもやっぱりこういう歴史的に見て古いでかつですね先進的な企業でないとしても、まあ、こういった方向性に今動いているというのはですね非常に、えーまあ、面白いというか興味深いニュースなんじゃないかなと思っていますはい、えー、今日のですね一番の重要ニュースというところなんですけれどもパラグアがですねビットコイン法案を、えー、提案して えー、7月の14日にですね発表されて、まあ、それを今後協議していくということが発表されていますで。じゃあビットコイン法案って何なのっていうふうに言ってるんですけれども、はい、こちらに話題になった、えー、ツイートがあるんですけれどももうち,ちょっと大きくしてみるとこういったものになっていて、えー、パラグアイでですね、えー、この7月の14日水曜日に、えー、ビットコイン法案というものを えー、提案しますよということを言われていて、まあその中ではですね、何、何か具体的なものっていうのは言われてはないんですけれども、もうメガサプライズがあるよっていうふうに、まあ、言っていますと。メガサプライズって何なんだっていうふうに、まあ非常に気になるわけなんですけれども、まあ一つ候補として挙げられるのは、エルサルバドルと同じように、ビットコインをですね、法定通貨化するんじゃないかっていうことが、えー、まあ案としてというか、あの、憶測として上がっていますで。もしこういったニュースまた出てくるようであれば、非常にポジティブな もしですねこういったニュースが今後出てくるようであれば非常にプラスな内容になるのかなとは思うんですけれども他のニュースいろいろと早々、ね、見てみるとどうやらその法案この法案の中身なんですがビットコインを法定通貨化するというよりもそ,のそこまでは行かないんですけれどもかなり幅広くビットコインを活用できるような法律に今後動いていきますよということが中で話されているそうです。 なので、まあ具体的なものは何もないんですけれども、まあ金融機関ですとか、まあそういった本当に国のシステム、国全体のシステムの中にビットコインを組み入れていく。まあ法定続くまではいかないけれども、まあ、結構それに近いところまで行くというようなことが推測されています。な、まあ、まあ来週の水曜日ですね、どんなニュースが本当に出てくるのか注目したいと思いますけれども、このあたりもですね、皆さんに速報をですね、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネルの登録していただければ お見逃しはい、次のニュースなんですけれども、イスラエルのですね、イスラエルインベストメントファンドグループというところが、2.3ビリオンのですね、ビットコインの投資というものを発表しました。もうこれすでに投資をしてますよということなんですけれども、まあ、その割にはあまりマーケットにはインパクトなかったなという感じではあります。まあ、それだけ、 ビットコインの市場にリクエリティがあるというところの証明かなと個人的には思っていますし、やっぱりこの金額をどれだけ入れたかというよりも、やっぱりこの上にどん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 プライスが上がっていく中で買っていく人がいるかっていうところだとは思うので、まあ、やっぱりこの今の2.3ビリオンぐらいじゃ、ただ2.3ビリオンを買ったってぐらいでは、まあ、やっぱり上がらないんだなっていうのは、まあ、それだけビットコインの市場が成熟しているという意味に、えー、あの意味として言えるんじゃないかなと思っています。 今後もですね、やはりこういった形でいろんなファンドがですね、一部の、そのファンドアロケーションの一部の資金をビットコインとか株とか債券とかいろんなところに振り分けていると思うんですが、このパイがですね、どん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 あの大きくなっていく、もしくはまだ始めてないところがどんどんこういったところに対して資金を入れていくというのがですね、トレンドとして今後も見,見られると思いますので、このあたりのニュースもですね、ま、えー、追っていきたいなと思っています。ビットコインのファンダメンタルを語る上で、やはり金融機関の ビットコイン市場への参入という非常に大きなものになってくると思うので今後もですね注目、注目な一つの素材かなと思っています。まあ、あとはですね一部ちょっとやっぱりその政府系のファンドかどうかっていうところのあたりもですね一部、えー、ツイッター上では議論されていましたけれども、まあ、今後はその政府の息がかかったファンドが資金を入れてくるかどうかっていうところも含めてですね注目をしていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。ということで、えー、週末 昨日は天気良かったんですけれども、今日は打って変わって、まあ、曇りということで、えー、なかなか天気がいい日が続かないのが非常に残念ですけれども、えー、まあ、今日もですね、いい週末、一日過ごせれば良いなと思っています。あとちょっと皆さんに、あのここまで聞いてくださっている皆さんなので、もしよろしければなんですけれども、ちょっとカメラをあの新しいのを切り替えようかなとかいろいろずっと考えていて、これかなりめちゃくちゃ古いカメラなので、えー、画質、 が良い方がいいと思うか。もしくはま画質ってあんま関係ないんじゃない？っていうのは思うかどうかっていうのをちょっとですね。あの、もしよろしければコメント欄にいただければなと思ってます。まあ、ちょっと色々あって、いずれにせよ買い換える可能性っていうのはあるかもしれないんですけれども、皆さんのご意見っていうのをですね。お聞かせいただければ、えー、ありがたいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。 Keep you in my heart, in my heart is where you are I still think of you, I want you coming back